埼玉市にある看板制作株式会社ラットグルーさん、イベントサイン、看板サイン、グラフィックデザイン、ホームページ、LP 制作、看板のことなら何でもご相談ください。キッズ用品アンクレー、育児のためのブランドです。お手頃価格で販売中なので概要欄からチェックをよろしくお願いします。タイソンチャンネルねえラジオでグラマー育ったタイソンチャンネルの子供たちだ。はい、タイソンチャンネル、タイソンチャンネル始まるよ。パラ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 ララララ。はい、なんか合間じゃなかった？いや最初大丈夫、喉がとちょっと違うやばいっすね。あの、最近歌ってないんですからね、ここ最近マジではい、お疲れ様、はじめまして。はい、お疲れ様でした。いやー、ちょっとね、はい、なんつうの、2人とも、はい、もう2週間以上だよな、余裕で。もう2週間以上、もう2週間以上、まあ、厳密に言うとまだ復活もしてないですけど。してないですね。もう調子崩しちゃって、もうずっとダメでしたね、体調が。俺に限っても声も出なくなっちゃったからで、今やっと、はい、ちょっと復活して、これ、まあ、これでもだいぶ頑張って声張ってるんですけど。そうですよね、うんうん、まだね、本調子じゃないのよ。まあ、だけど、まあ、ね、なんとか ね、はい、とりあえずあの、まあ、動けるし、はい、ということで、まあ、これからまたね、ちょっとね更新してくるんで、はい、よろしくお願いします、はい。で、まあ、ちょっとね、はい、改めてあのキングの方の個人的の YouTube のチャンネルでも、はい、まあ、話してるんですけど、はい、ブレイキングダウン13のオーディション、はい、行きました、まあ、はい、ね、ブレイキングドリーマーのキングよろしくそう、まあ、はい、そっちでも語ってるんで、はい、概要欄にも貼っておきますから、はい、キングのチャンネルの方も皆さん見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします、ね、はい。で、まあ、知らない人もいるからさ、はい、まあ、そうですね、はい、まあ、とりあえず、はい、ブレあのオーディションには無事行ってきて。行きましたね。まあ、まあ、どうだったの自分の、はい、なんつうのやりたいことだったり、この主張だったりさ、まあ、爪痕は残せたのかっていう。まあ、爪痕は、うん、まあ、バッチリ残してたんですけど、うん、まあ、点数で言ったら100点中、うん、まあ、80点を多分出せたんですよ。おお、上出来じゃん。もう自分のこの、うん、絶対言いたいこと、うん、必ず緊張も確かに少ししました、うん、でも会場に行って、うん、次のグループですって言われた瞬間に、うん、もうここで日を捨てたら、うん、確かにもう成り上がれないと思うんで、うん、もう一発勝負だからね、うん、そう、もう一発勝負なんで、やり直し聞かないからね。聞かないんで、考えてる暇なかったんで、うん、とりあえず楽しかった、めっちゃ楽しかった。いや、もう、なんて言うんだろう、まあ、入った瞬間に、まあ、いろいろ、まあ、言うこととか、まあ、いろいろ決めてたんで、まあ、自分らしさは、まあ、出せて、うん、それがね、みんな多分ね、どうなるのかなって気になってる思うんですけど、うん、まあ、あの、細かい部分はもちろん、多くは言えないんで、はいはいはい、あれなんですけど、まあ、はい、でも俺も、話を、個人的に聞いたんですけど、はい、まあまあ、手応えはありますよ。いや、ありましたよ、マジで、本当に、うん、だから、ちょっと、例えば、はい、本戦決まったのかとか、どうなのかとか、そういうことは言えないですけど、はい、これちょっと皆さんね、期待してくださいよろしくお願いします。まあ、後に、まあ、ね、後に YouTube が上がるんで、はい、ブレイキングダウンで、はい、まあ、それまでで、まあ、まあ、言いたいんですよ、本当は、うん、ね、めっちゃ心の中で言いたいんですけど、俺も言いたいもん、もう早く早くみたいな感じで。そう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 。で、まあ、それは、やっぱり言っちゃうとダメなんで、うんうん、まあ、楽しんでいただけたらなと思いますね、ね、マジで、うんうん、まあ、でも、俺も話聞いた限り、はい、おお、上出来じゃんと思ったけどね。そうですよ、うん、結構、まあ、少し笑い取れたのは、まあ、笑いというか、うん、まあ、だから笑い、うん、取った部分もあるってことでしょ。笑い取った部分は絶対に俺、あれは、あの言葉は笑い取れたなっていう確信があるんで、ブレイキングダウンの関係の皆様、絶対俺の YouTube 載せてくださいよ、マジで、うん、あれで載せなかったらマジでもうありえないですから。はい、確かにね、話聞いてる分には、はい、その内容的に、はい、カットっていうのはないと思うんだよね。流れ、もしそれでカットだとしたら、はい、わかんないよ、わかんないですよ、わかんない、はい、例えばカットだとしたら、はい、
多分そのグループ全勝ったと思うんだよねぐらいの話じゃん。だって話ですよ、ね、だって多分、はい、そのグループはおそらくキングが一番目玉だった。まあまあまあね、まあメンツ見たんですけど、うん、まあ目玉でしたね、うん、はい、もうキングが映ってなかったと するならばもう多分そのグループ自体がなかったことに全カットっていうぐらいの多分、うん、なりますし、ね、しかもまあみんな見たらなんか花とかそういうのとかそういうレベルの問題じゃないってこいつは本当に戦えんのかっていう感じに捉えてました僕は。あ、同じ。なんか、うん、めっちゃもう少し腹立ちました。このグループで、うん、俺ここに入れるみたいな感じで、そんぐらいちょっと、うん、悔しかったなそこのグループは。なるほど、うん、あ、だって俺はなんて言うんだろう、まあ人生かけてきてるし、うん、なんか、うん、まあとりあえずはやることはやりましたよ僕は。まあでも、まあ、キングがやるべきことできたじゃん。はい、できました。でも他の人が悔やんでる人もいたわけじゃん。いや、めっちゃもう控え室入ったら、うん、あん時言っとけばよかったのにとかあ、でも俺は案外めっちゃスッキリしてた、うん、そうだけど、もうスッキリっすよ俺は。だけど、はい、案外キングみたいに、はい、満足いったっていう人の方が少ないんじゃない？いや、これは言えるんですけど、うん、あの10人いて、うん、満足して終わるっていうのが2人らしいです。ああ、そうなんだ、やっぱり。やっぱ2割しかちゃんと出せないっていう。うん、だから8割ぐらいの人は後悔やっぱ残るんだろうね。もっとああしておけば、はい、そうです。こうしておけばみたいなね。そうです、そうです。でもまあ後悔したらもうそれまでなんで、うん、でもまあカメラ慣れというか、うん、まあそれはしてたんで、確かにな、うん、その空気に飲み込まれたら終わっちゃうんで、やっぱり、うんうん、確かにカメラ慣れはしてるのでかいよな。でかいです。いや、これが全くの、そうカメラ慣れしてて話もできるから、はい、ね、これが全く言うに、だって、いや、もともと配信者なわけじゃない。そうです、配信者です、ね、配信者してて、で、はい、俺のチャンネルも出て、はい、今ね、世間にも顔を広まってみたいな、はい、そうそうのがあるから、はい、まだできる、できるけど、はい、何にもないし、やっぱ多分きついやん。多分緊張に押し潰されて、うもう言いたい、多分出てこないです、あの言葉が、うん、言いたいことがだと思うの、俺も、それの人はね。そうです、そうです、うん、いやさ、はい、俺の時思ったんだけどさ、はい、裏のバックヤードみたいなのです、ね、並んでさ、バックヤードになってるじゃん、はい、まあ、そうです、まあまあ、そのバックヤードバックで、はい、次のグループどうぞみたいな感じで行くじゃん。行きます、表に行こう、はい、俺思ったんだけどさ、あ、暗ーっと思わなかった。俺なんか照明とかが、はい、すごい暗い感じなんだけど俺。あ、サングラスのせいかな俺。いや、それサングラスのせい。いやいやいや、俺一番最初のイメージ、はい、入っていくじゃん、はい、入っていきました、はい、そりゃまあみんないるじゃん、はい、ね、いっぱいいますよね。浅倉みくるさんとかいっぱいいる、はい、キラなんかもいて、いますいます。うわ、まず一番最初に思ったのが、うわ、はい、暗いなと思ったんだよね。え、それ一発目ですか？一発目の感想、心の中で。マジですか？俺、すんごい薄暗い感じで。いや、俺逆にえ、サングラスかな俺。いや、サングラスかけてましたもんね、うん、かけてましたよ。そう、自分は、入った瞬間に、うん、なんだこのカメラの台数、あ、いや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 、これなんだなんだこのカメラみたいな。あ、そう。いや、もうこっちに多分、20台、もうずらーってカメラが並んでるイメージしか、僕は第一印象はそこです。カメラとか全然意識しなかったな。いや、やっぱり俺カメラ、やっぱりカメラ気にしちゃう人なんで。あ、そうかそうかそうか。やっぱカメラの方に怖いよね、行っちゃうんで、はい、俺は暗いなっていうね。あとね、はい、あ、でもそんなもんかな、暗い、はい、あともうちょい広いかと思った。いや、俺動画で見るより、うんうん、マジで狭かった。狭かったよね。え、多分俺が行ったところのオーディション会場と一緒のところなんで。ああ、一緒なんですか。そう、はい、多分一緒なんだね、はい、住所的に、はい、そ、狭いよねやっぱね。いやいや、俺はこんなとこで狭いとこでやるよ。そうそうそう、俺はうわっ暗っ狭みたいな、そうです、そうです、イメージだった俺は。だって動画ではめっちゃ広い。そう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 、で全然広くなかったですよ、うん、マジで。で、あのとこにいっぱい密集してんじゃん、ひな壇とかもさ。で、ひな壇もなんかこんぐらいで、ね、こんな感じの、そうそうそう、こんな感じのでそう、ね、でもやっぱりあのひな壇にはやっぱり座りたいなと思いましたね、うん、やっぱりいずれが、うん、いや、まあでも俺はキングがブレイキングダウンに出てる
ビジョンがもう俺は浮かんでるけどね、はい、マジですか。うん、そう、まあそれが今回なのかどうなのかとか、はい、そうですね、そこまではちょっと断言言え、言えませんけども、はい、まあ良かったんじゃないかなと思う。ですよね、うん、いやめっちゃなんか成り上がってないですか。成り上がってる。いやこれが成り上がりしたよ皆様、本当に思う。それ最近ね、マジで本当、まあ、トントン拍子って言ったら簡単に聞こえちゃうけど、はいはい、まあ、本人が一番努力してるから、はい、そう、こうやってお茶だけで遊んでるように見えて、そうなんですよ、ね、真剣に命をかけてるぐらいだから。そうそう、裏ではもうみんな、うん、カメラの前ではなんかおバカさんとかやってますけど、うん、裏ではちゃんともう人生かけてやってますから。そうですね、地頭バカだけど、そう、ちゃんと考えてる。そう、漢字とかあんま得意じゃないんですけどもうそこは得意じゃない、うんうん、なんで皆さんね、はい、多分1ヶ月後ぐらいなの。多分1ヶ月もういないじゃないですかね。いないぐらいか、はい、にね、あのベイキングの公式から、はい、YouTube ね、アップ、はい、どんどんアップされるでしょ。そうですね、なんかワンツースリーフォーみたいな感じでアップされるんで、うん、どこのとこでキングが登場するか、はい、皆さんちょっと注目してください。よろしくお願いします、うん、はい、で本戦も決まってるのかどうなのか。本戦ブレイキングダウン13、ね、本戦決まってるのか。対戦相手も誰なのか。あいつか、うん、なるほどねじゃあ皆さん期待してください。はい、ではさよさよさよなら。優しい餃子グルメステーション西尾店さん、餃子の他にもカレーやお弁当などメニューが豊富なので、ぜひ皆さんご利用ください。光る花宝友さん、ガクトさんや井上尚弥さん、飛鳥きららさんなど芸能人も多数愛用しています。プレゼントにも最適なので、ぜひ皆さんご利用ください。